ったら秋が僕らにさせる。だったら秋が僕らにさせる。だったら秋が僕らにさせる。だったら秋が僕らが、ああ秋だよ。夏終わり、セミが鳴いたら終わりなの。セミが鳴くまで夏なのね。秋だったら何したいの。もみじでも食べてりゃいいの。腹が空くぜ。だったら秋が、秋のせいだで太った体で、ダイエットしてるのに秋が来る。女にとっては惨めな季節さ。だったら秋が僕らだね。だったら秋が僕らだね。冬になれば、夏になれば、春になれば、僕らだね。やっぱりだったら秋が僕らさ。